コザの裏側、魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けします。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側、にゃんにゃん、ありがとうございます。はい、さあ今回のコザの裏側ですね、はい、はい、もう皆さんご存知の、沖縄市観光物産振興協会から、はい、金城聡さんでございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、今日は ね、うん、ね、記念すべき302回目、記念すべき302回目、中途半端な会にお呼びいただきありがとうございます、いや今回もね、私宮島真一と、うん、ミキトニーと、ね、そして金里でございます、はい、で金里今日はどこに来てるのかな。実はですね、はい、今回のオファーもらったのも、うん、4日前あ出た、うん、なので早い方なかなか手配ができない。僕が隠していた、うん、僕がよく行く非常にご飯の美味しい、なるほど、居酒屋さんですね、うん、ご飯美味しい大事、うん、教えたくなかったな。いやありがとうございます。今日はそういうお店をご案内していきたいと思います。あ、楽しみでございます。まずは、森花さんから。森花さん、はい、行ってみましょう。こちらです。はい、レッツゴー。3代目なんだ高野さん。今流行りの3代目え、急に3代目じゃないよね3代目森花ブラザーズって言っちゃったよ。絶対売れねえやつ噛みましたコザの裏側、坂上さんです。ありがとうございます。いただきます。美味しそう。これを差し上げます、はい、ぜひお店にどっかに、うん、貼っときます。お願いします。ありがとうございます。なるだけ見えるところにお願いします。ありがとうございます。いや、なんか美味しそうじゃない、とっても、ね、最高じゃないですか。うまいんですよ。初めて来ました。とりあえず乾杯しましょう。はい、そうですね、はいはい、乾杯。では乾杯。ほい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 、うまっ。うまい。コザの僕、たまにここでご飯食べるんですけど、はい、うちサッカーのメンバーたちが集まる場所でもあって。なるほど。彼のおすすめです。あ、みち、ここのおすすめなんですか。プリプリ焼きレバー。プリプリ焼きレバー。あ、これがあるわけね。あ、これだ、これこれこれ。ああ、そこそこ。一押し。うまそう。いいね。と、チキナーとビタローですね。なるほど、はい、いただきましょう。いただきましょう。誰がどれ食べるか決めてないので、せーのに取ってください。いきましょう。せーの。塩かよ、しかも。分かりにくいな。こだろ、じゃあ僕はプリプリいきますよ。いただきます。うん、おう、うん、おいしい。おいしくいただく46歳です大丈夫、膝に来ない。来ないですよ。大丈夫大丈夫。金里はチキナーうまいよね。チキナーって葉っぱ。そう、葉っぱチキナーって何っていう質問もすごいけど、僕先にいただきます。からしなね。うん、うまいですね。ビタロいいっすか。もうね、身が柔らかくてね、ほろほろやね。いいですね。いいっすか。どうぞ。おいしいです。ちょっと言っていい。なんか、かわいいね。ありがとうね。なんでよ何が欲しい。コザの裏側。最近どうなの。あ、仕事は。うん、うん、元気に頑張ってますそんな感じしないけど大丈夫何やね、留学生どうしたの。片言にも程があったよね、はい、ちょうど決算時期なので、観光協会的には。あ、なるほどね、はい、総会前の準備をずっとやっていて、はいはい、こんなテンションです。いや、でもさ、大変なんだ。なので飲みたかったんですよ。 あ、 いいです、ね、ありがとうございます。だっても観光協会のお仕事何年。21年目。うわー、長い。いいよ、うん、そろそろ違う業界に。いい、いい、ダメよ、もう沖縄市のために任とかやろうかな。なんで違う業界に。こっち側に来るんだまさかの。でも何でもできるもんね、金里もね。本当。いや、本当そうだよ ね、だから頼れるお兄さんみたいな、うん、そうそう、あるじゃん。みんながなんか頼もしくてさ、ずっと頼ってるもん俺、うん、そんな感じ。しげさんもずっと頼ってるでしょね、この人もね。いや、だって4日前にオファーはないですよ。いや、早い方だってコザの裏側。沖縄市、ほらなんかどんどんこう活気づいてないっていう印象、うん、感覚で、あんまり来たことないと思う。なんか盛り上がってるみたいね、みたいなこと言われない。まあ、夜の居酒屋を中心に盛り上がってきてるのあるんですけど、うん、それ以外に
スポーツでね、はい、琉球ゴールデンキングス、はい、FC 琉球調子いい ね、 ね、卓球も琉球アスティーダ、うん、バレーボールもね、うん、パナソニックパンサーズ、うん、こういったプロのスポーツが見れる場所が沖縄市っていうのになったので、ね、それだけでもまず人が集まってきてるというのがあって、特に J リーグはね、うん、J2 になったのでね、まあ、J1 経験のチームが沖縄に来るだけで、そうサポーターが何千人で来るの。そうで、すごいのがさ、うん、やっぱりもちろん FC 琉球 の、 ね、選手のプレーを見られるもそうだけど、うん、J リーグのあのそうそうたるメンバーが沖縄で試合をしてる、うん、すごくない、うん、ね。先日試合を見に行ってですね、うん、あまりにも興奮して試合終了後に選手たちが挨拶に来るんですけど、うん、握手したよこの感動を伝えたいと思って、ありがとうって。小沢の裏側。やっぱこう生でね、実際こう見に行って、まあ、これ言ったら大きな体験じゃない、うん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 、これがやっぱり楽しめるっていうところはさ、すごいよ、ね。ちなみに2人は、うん、こう普段飲みに行くとき友達とかとこんな話してる？あ、ほとんどそうだよね、うん、スポーツの話と映画の話と、おうおうおう、あとはまあ老後の話病気の話もね大事大事。小沢の裏側、乾杯。せーの、にゃんにゃん。さあやってきました。先ほどの場所から少し移動しまして、はい、合わせの方までね、はい、っていうかさ、うん、合わせに足立屋さんができたのもびっくりだけど、そうやばくないこれ。いい雰囲気でしょ。なるほどねと思わなかったこれ、うん、思った。嬉しいよね、こういうことをやってくれることが。超ワクワクする。中どんななってるんだろうね。もう早速行きましょう。行っちゃうかも。はい、レッツゴー。どうぞこちらでございます。ありがとうございます別のスナックに連れて行くんだよって言いがち。募集してる、募集乗りないいらっしゃい。小沢の裏側。間違えるんだ俺、兄貴の方が。さあ、すごいいっぱいいますよ。とりあえず飲もう。はい、これ何でしょう。珍しいねこれ。ね、こだまバイサワーって書いてありますけど、これを青森、この中に入ってる青森です。はい、あら、なんか可愛らしいね。2人に全然似合わない色してんだけど乾杯。乾杯。よいしょ。うまいね。あ、超飲みやすい、うん、これ一生いけるやつだまあ足立屋さんといえば、はい、パーカビリにもあったさ、はいはい、で私たち行ったことありますけど、やっぱこちらは定番ね。そう、もつ煮込みとハマグリ。いいな、これはまず頼みたくなるよね。早速いただいちゃいましょうか。食べましょう。はい、食べましょう。行きましょう。またこのさ、洗濯バサミのこれがいいよね。美味しそう、洗濯バサミも。洗濯バサミ美味しそうだよ。たまんないね。たまんない、うんうん、いいね。じゃあグーリーハマグリも、はい、いいっすか。ちょっとシルバースクって飲みたいな。あ、いいねここはね、置いてこちゃって。いやいやいや、おかしいおかしい、はい、カメラ邪魔するね。あー、すげー。うん、うん、安定ね、安定なんですよ。いいね。今日も大盛況ですけど、ね、ここできてまだ半年も経ってないんですって。すごいね。すごいよね。足立屋さんっていう名前もさ、もう沖縄市で定着したし、うん、でまたここの合わせの土地に、うん、こんな感じでできると思わんかったさ。もうみんな待ってましたみたいな感じでしょ。やっさ、うれしかった。どう思う？いや、やっさバカ、沖縄市の今のこの居酒屋がすごい人気やってる文化を爆発させたのがやっぱり足立屋さん。そうだね、あ、そこでまた合わせに来て、あ、そのまた一気に活性化するっていうね。すごいよ。いいじゃん。なんか新しい風がまた合わせに吹くかもしれないよ、うんうんうん、まさかのスナックビルにみたいなところあるじゃん。確かに、そうだよね。ここもともとスナックだったところを足立屋になってるもんね。足立屋さんってほらなんとなくこう外の感じと、うん、そうそうそう、外飲みの雰囲気と、ロバタ居酒屋ってイメージだもんね。そう、それがまた丸っきし、ね、変わってこんな雰囲気もありなんだっていうさ、
面白いよね、アイボリーを基調にちょっと和風チックなね。そうだね、そうだね、全然今まで私多分足立さんに全部店舗行ったけど、こんなお店なかったよ。おー、そうで、なんでここに出したのって聞いたら、なんとなく この距離感だからよ。やっぱりね、友達同士飲むときって友達同士も楽しいけど、他でちょっと巻き込んでね、この距離感だ、そうだね、そうそうそう、新しい友達ができるカウンターで友達ができたりとかっていうのもあるかもしれないしね。ちょっと食べていい？どうぞ。あ、これ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 使う、あ、これ使うのね。そうだよ、これルーシーも、あ、これいいね、これ。 ちなみに2人はさ、一人で飲みに行ったりする？一人で行くよ。一人飲み。嘘だ。え？寂しいもん。ねえ、友達と一緒に飲みたいさ。俺行くな。意外。所内でお願いします。ホタル、裏側。いや、一人で飲みたくなるときない？あるけど、なんか勇気が出ないわけ。あ、そう。でもここだったらカウンターでさ、一人で座ってても、お隣さんともしかしたらなんかね、ちょっとゆったく反対もできそうじゃない？そうだね。ここだったら気がするかも。ね、うん。一人居酒屋全然行くな。あ、そう。うん、意外、宮島さんなんかみんなでワイワイのイメージだった。うん、結構一人で行って、あと30分行ける。ドキドキしてないから。そんなにな。ちょっとだけって、まあ、家じゃなくてね、うん、外でこうやってそうそうそう、こう飲むっていうのもありだよね。あるある。今度やってみよう。うん、いいですね。え、月にどれぐらい飲みます？一人で。一人でっていうか、こう飲みにこう、例えば仲間内とかさ。まあ、モアイは1個なんで、月に1回。あ、でも、シゲと多いかな。あー、シゲさんとそんなに飲んでんの？結構飲むよね。なかなか今日こっちに向かう途中の車の中もやったら仲良しだなと思ってもらったり。仲良しです。そうそう、かわいいおじさんたちだなと思って見てましたけど。本当に友情に乾杯しましょうか。乾杯しましょう。はい、じゃあ足立屋に乾杯しましょう。バイバーイ。これはの小座の裏側は、まあ、お友達と飲みに行くならこういうところいかがでしょうか、はい、みたいなね。だから一軒目は割とこうしっぽり、うん、はい、なんか美味しいものを食べながら、はい、こうなんだろう、ワイワイっていうよりも、うん、はい、なんか近況報告したりとか、そうですね、あでもこうでもないみたいな話をじっくりできる。あそこはゴヤの森花さんね。そうそうそう、うん、で2軒目のあの合わせの足立屋さん、うん、はい、ちょっと一風変わった足立屋さんでしたけれども、うん、はい、なんかワイ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 イエーイみたいなさ友達隣友達イエーイみたいな。いやいや、あれ今日聞いたらね、あれ全部今日仕込みだったらしい。まあ、そんなことない。でもだとしたら全部友達。そうだね。すごいな。すごいよね。それはそれで。いやいいね。いやいいな。いや、友達とやっぱり飲める時間っつうのはさ、うんうん、私とっても好きな時間で、はい、あのそういう時にやっぱりお店選びってさ、うん、大事になってくるわけよ。重要だね。そう、うん、そのお店の雰囲気で、うん、その日の飲み会の雰囲気も変わってくるじゃない。思い出になるからね。なるよ、うん、なるなる。そうそう、っていう意味ではすごくこう対照的な2軒ではありましたけど。そうだね、いい店だったね、どっちもね。いい店でした、うん、だから金沙汰そういうとこ知ってるよね。すごいよね、うん、だからどれぐらい、結構だから毎日飲みに行ってんのかなと思いきや、そうでもないんだね。月に行ってこれ本当かな。どうでしょうか。まあでも日々こう21年の観光協会の仕事、はい、それはもう常にアンテナ張ってますから。まあそうよね、すごいよ、うん、うん、まあそれもこれもね、うん、会員を増やしたいから。会員をね、会員をね、うん、もうこれが仕事ですから。そういうこと。仲間、友達、もはい。いやだわ。まあでも楽しいからそうですよ、いいんですよ、はい、そんな感じでこの後302回ですかこれ。そうですよね、はい、バンバン行きましょう。バンバン行きます。3軒目金沢止まってる、行こう行こうか。レッツゴー、はい、ちょっと酔っ払ってきた。